ルイス・ギラード・アルデゲールは、スペイン・マラガ出身のサッカー選手。不安にという愛称を持つ。ポジションは、センターバック、または、守備的ミッドフィールダー。フィリピン系スペイン人であり、サッカーフィリピン代表としては36試合に出場して1得点を挙げた。ギラードは、フィリピン系スペイン人であり、母親は、フィリピンのルソン島にある、イサベラ州、イラガン出身である。 1979年8月27日に、マラガ県マラガに生まれた。マラガ CF の下部組織で育ち、主にセグンダ・ディビシオン B のクラブでプレーした。CD ・ドンベニート、ブルゴス CF、ウエサン・アンドレウ、UD ・マルベリアなどである。テルセーラ・ディビシオンのラシン・デルメーニョでアマチュア選手として、プレーしていた際には、ブルゴスにあるペプシコの品質管理検査官として、働いていた。 2012年1月末には、ラシンデルメイニュを離れ、母親の祖国であるフィリピンの、ユナイテッドフットボールリーグのグローバル FC に移籍した。2月6日のグリーンアーチャーズユナイテッド FC 戦で、公式戦デビューし、この試合には1から0で勝利を収めた。2月26日のフィリピン ABFC 戦では、ユナイテッドフットボールリーグでの初得点を挙げた。 3月下旬には2012から13シーズンにラシン・デルメーニョに復帰することで合意に達した。フィリピン代表でもプレー可能であることを条件に、2013年7月には CD ブルホスに移籍した。2014年から2016年にはフィリピンのセレス FC でプレーし、36歳だった2016年に現役引退を表明した。 フィリピンでの最終戦となった2016年6月11日のパサルガダエ FC 戦には16から0で対象し、ギラード自身も11分に得点した。試合後には家族の問題が決断の理由であると語った。スペインに戻った2016年7月には引退を撤回し、カスティーリアイレオン州一部リーグのアマチュアクラブであるデアルブルゴス CF と契約した。2017年には ブルゴス県ブリビエスカにある CF、ブリビエスカに移籍した。2011年4月4日、サッカーフィリピン代表は 2014FIFA ワールドカップアジア予選に向けて、ギラードの招集に興味を持っていると報じられた。この時は、ラシン・デルメーニョでのプレーに専念したいとのことで、代表への招集はならなかった。2012年2月29日には、マレーシア代表との親善試合で、 ついにフィリピン代表デビューした。3月には AFC チャレンジカップ2012に出場するメンバーに選出され、3位決定戦のパレスチナ代表戦でフィリピン代表初得点を挙げた。その後フィリピン代表のキャプテンに就任した。2016年3月28日、キャプテンを務めていたフィリピン代表からの引退を表明し、 2018FIFA ワールドカップアジア二次予選の北朝鮮代表戦が最後の試合になると述べた。弟のアンヘル・ギラードもサッカー選手であり、ミッドフィールダーやフォワードとしてプレーした。アンヘルはスペインでは主にセグンダ・ディビシオン B のクラブに所属した上で、フアン・ルイス同様にフィリピンのクラブに移籍し、サッカーフィリピン代表となった。ありがとうございます。